カウンターに対してカウンターをねしっかり合わせるっていうことをやってたのかなと、まあ、リスクしかなかった試合だったのかな。満たされすぎちゃうとやっぱ強くいるっていうのは難しいのかな。皆さんこんにちは。昨日見た乙部君、朝からミクロ対ギャーマンの試合を見ました。前々回の動画でも試合の予想をしたんだけど、まあ、強引に突っ込むならヤーマン、突っ込んできたところに、天下をとかカウンター合わせて KO で勝つなら朝倉未来かなみたいなことを僕言ったんだけど、全然ね、まあ、予想を外し、結論ね、まあ、ヤーマンがプレッシャーかけて、ヤーマン勝つんだったらプレッシャーをかけて勝ちに行くっていうことは言ってたんで、それは当たってたんだけど、見事にヤーマン選手が遠い距離では一切攻撃を出さないでガードをしながらしっかり詰めて、しっかり詰めてコーナーギアまで追い込んでパンチを当てるという。しかもパンチもね、ミクル選手がフックを打つと、左のフックを打つと、このリードの右フックをかぶせてくるところに、ヤーマンは左手のガードを高く上げて、右ストレートを打つっていうね、完全にミクル選手の攻略パターンというか、カウンターに対してカウンターをね、しっかり合わせるっていうことをやってたのかなと。ヤーマンはまあ、勝ったけど、なんかちょっと切なそうでもあったし、結局、勝ったとて、ヤーマンやっぱさすがすごいわとはあんまりなんないというか、すごいんだけど、やっぱ立ち技のさ、オープンフィンガーのチャンピオンだから、MMA の選手に勝ってもこうそこまでなんなかったじゃない。対する、まあ、ミクル選手は2連敗2連続 KO 負けをしちゃったから結構ダメージあるんかななんてってことは感じたよね。僕朝倉選手は1位ファンとして、うん、もうちょっと勝ってほしかったなっていう思いで試合を見てたんですけど、うんうん、逆に朝倉選手はあの試合社長はなんでこう受けられたと思いますか。朝倉選手、まあそうだね、でもさ、なんでなんだろうね、なんで受けたんだろうね。でも本当そう思うよ。だってさ、もうチーム名もあるじゃない。そうですね。彼にないのはチャンピオンだけなんだよ、うん、手に入ってないベルトなんだよね、うん、別にキックのベルト別に狙ってるわけじゃないじゃん。もしかしたらファンの望むカードを見たいっていうところでサービス精神でやったのかもしれないけど、今回は朝倉選手、まあ、勝てばね、まあ、得られるもんあったと思うんだけど、まあ、リスクしかなかった試合だったのかななんていうのは感じるよね。まあ、正直メインウェザーの試合の時はさ、もうさ、やるだけですごいみたいになってたけど、やっぱ今回の試合に関しては急遽試合決まった感じだし、あんまりこう試合前のさ、ざわつき感っていうのはメインウェザー戦みたいにはなかったと思うんだよね。それと同時にこう朝倉選手は結構格闘技をねやっぱ続ける難しいと思うんだよ。まあ、本人も引退するってインスタグラムで言ってたけど、まずこうお金持っちゃってるじゃない。で、事業でも成功してるじゃない。そこのさ、下で働いてくれてる子がいるから、責任も生まれちゃってるから、自分一人だけじゃなくなっちゃってると思うんだよね。というところで今格闘技を続けるっていうのは実際難しいのかなっていうのは感じるよね。だから今だから格闘技を何のためやってんだかよくわかんない状況でやってるのかなって。で、本人も SNS かなんかで言ってたんだけど、格闘技の動画を上げるより歌を上げてる方がリーチ数が伸びるみたいなことを言ってて、俺は求められてるのが格闘技じゃないのかなぐらいのことなんか言ってたような気がしたんだけど、実際そんなことはないんだけどね。歌っていうコンテンツだから聞きやすいとか見やすいとかっていうのがあるんだと思うんだけど、歌うまいしね。格闘技じゃなくても彼を見てもらえるようになっちゃったじゃない。自己重要度が格闘技でしか満たせないのが格闘家なのに、他のところで満たせるようになっちゃったから、いろんなものができるからこそゆえのモチベーションの低下っていうのは起きてるんじゃないのかなとは思うよね。俺もやっぱり自分で会社始めて、やっぱ引退決めた理由は、若い時はその死ねる覚悟を持って戦えたんだけど、やっぱ事業がちょっとねこう広がってきてからは従業員もできて、死んじゃいけないなとかと思うようになっちゃったんだよね。で、試合中に顔面に飛び下げり食らって、で、ダウンした時に倒れながらね、俺はあれだなって、もう反対ブロックゲオがいるし、これ立っても意味ねえよなとかって計算しちゃったんだよね。で、その時に目の前の敵を倒すことだけに夢中になれてない自分がいて、ファイターとしての賞味期限なくなったなと思って、俺はサクッて引退しちゃったんだよね。計算しちゃってるから、そのダメージを計算しちゃってるというか。でも若い時はそんなこと気にしなかったわけよ。ここ立ったとしても次のラウンドやられるかもしれない、そんな全然考えなくて、とりあえず立たなきゃいけないって、立って相手倒さなきゃと思ったんだけど、計算しちゃった自分が嫌いになっちゃって引退したのよ。だからまあ朝倉選手ももしかしたらやっぱ事業いっぱいやってるし、まあお金も持ってるし、まあ欲は満たされちゃってるじゃない。格闘技を命をかけてやる理由が見つかんない状態で今リングが上がってるよね。そんな気はする。だからこう言ってることがある時は UFC に出たいって言ったり、ある時は格闘技じゃなくてもいいんじゃないかって言ったりっていうのが、
こう1週間でこう変わっちゃうみたいな感じがネット上を見てね、感じるかなと思うから、彼の人生なんでどっちが正解っていうのはないと思うんですけど、ファイターとしては現役時代に全てが満たされすぎちゃうとやっぱ強くいるっていうのは難しいのかなとは今回のミクル選手を見て感じる部分もありつつ、まあ、バランスが大切なんだろうね。どう思う、トビ君？飢えた獣が一番強いみたいなところはやっぱり、まあ、あるよね。それは危ない、あるよね。やっぱりある程度ハングリー精神というか、まあ食うには困んないけど、それある程度お金ないとやっぱり格闘技ってこうトレーナーつけたりとか食事をちゃんといいもの入れたりとかケアしたりとかってなるとやっぱお金必要だから、自分で事業を始めてある程度お金を稼げるようになったら自由な時間も作れるようになったから、その時間を練習に当てるとかっていうんで、お金があることによって時間を変えるみたいな、お金で時間を買うっていうことをやってたんだよね。だからミクル選手ぐらいだからお金稼いじゃうともうそういう次元じゃなくなっちゃうからねここ難しいよね。だからまあ現役ファイターはだからお金を稼いでも上限年収1000万ぐらいで止めた方がいいのかななんていうのは思うかな。格闘技以外のお金はね、格闘技で入るお金は稼いでいいと思うけど、何兆億と稼いじゃダメなんだろうねっていうふうに思いました。